アメリカ遠征を行っている U から22日本代表は17日、フェニックス・ライジング・ FC ・スタジアム、アメリカ、フェニックス、で行われた U23 アメリカ代表との国際親善試合に臨み、14の大敗を喫した。2024年のパリオリンピックを目指す U から22日本代表は、準優勝に終わった第19回アジア競技大会とは異なるメンバー構成で今回のアメリカ遠征に臨んでいる。 14日には u 2 2メキシコ代表と対戦し、細山親鈴木美音、内野幸太郎のゴールにより4対1の勝利を収めていた。今回のアメリカ戦では、そのメキシコ戦からメンバーを5人変更。ゴールキーパーは佐々木正史が起用され、4231の最終ラインは左から番ナガンで吉文夫、木村誠司、チェイス・アンリ、畑大河という並びに。 ダブルボランチは藤田ジ,ジョールチマと山田リヒトのシとトロイデンコンビが起用され、2列目は左から三戸俊介、松木生、山田カエデキ。最前線には細谷が入った。試合は日本が主導権を握る立ち上がりとなったが、5分に早速失点を喫してしまう。チェイス・アンリが最終ラインでパスミスすると、これを拾ったアメリカがショートカウンターを発動。最後はヨハン・ゴメスに押し込まれた。 その後は攻めあぐねる時間が続いた日本だが、19分、右サイドの山田に決定機が訪れる。細谷からのスルーパスに抜け出し、右ポケットに侵入すると、左足アウトサイドで意表をついたシュート。しかし、これはわずかに枠の右に外れた。これでリズムをつかみ始めた日本は、次々にアメリカゴールへと迫る。23分にはボックス内から放った細谷のシュートが枠を捉えたが、 相手 DF のブロックに阻まれた。35分、日本はついにセットプレーから同点に追いつく。左 CK を得るとクロスに飛び込んだのはチェス・アンリ。この競り合いのこぼれ球をすかさず松木が押し込み、前半のうちに試合を振り出しに戻した。ところが、ハーフタイム直前に再びアメリカにリードを許してしまう。押し込まれて左サイドからグラウンダーのクロスをゴール前に上げられると、 これを GK 佐々木が引きれず。流れたボールをパクステーアーロンソンに押し込まれた。追いかける日本は後半頭から最終ラインをガラッと入れ替える。残ったのは木村誠治だけとなり、右サイドバックに内野隆し、センターバックに西尾竜や、左サイドバックに大畑歩が入った。先に追加点のチャンスを迎えたのは日本。56分。 右サイドを駆け上がった松木からクロスが上がると、ボックス内中央の細谷が右足でダイレクトシュート。しかし、クロスバーに直撃しネットを揺らすには至らなかった。ピンチを招いたアメリカだが、その1分後にはさらにリードを広げる。右サイドからのクロスをボックス内でエイダン・モリスが収めると、右足で打ったシュートが GK 佐々木の手を引いてゴールに吸い込まれた。 反撃の姿勢を見せたい大岩豪監督は2列目に変化を加える。68分、松木と山田が下がり、荒井祐太と近藤勇希がピッチへ。荒井が左サイドに入り、近藤は右に、三戸はトップ下へポジションを変更した。それでもなかなかテンポが上がらない日本。73分には FK からのクロスにダンカンマグワイヤが合わせ、点差をさらに広げられてしまう。